今日は質問コーナーを取っていきたいと思います。何個か質問いただいていたので答えていきたいと思います。名前はティガくんです。頭がこういう模様になってます。でこれはエビさんです。シンバくんです。いつもだいたい白米になってます。頭の模様はこんな感じです。色合いもシンバくんの方がちょっと薄いです。で種類は何ですか。種類は種類はミックスです。性別は2匹とも男の子です。出会いは何ですか。出会いは知り合いのお家に迷い込んでいたのを保護しました。同じ人からですね。私のこと好きですか。好き嫌いありますか。エビになりたいです。私のこと好きですか。妹の友達の某お水さん好きか聞いてみましょう。好きですか。エビさんのことの方が好きみたいです。好き嫌いはありますか。チュールだとマグロ味は食べません。それ以外は食べないものもあるし、あんまりこれやだっていうのはあんまりないです。エビにはなれません。諦めてください某お水さん。残念でした。何歳ですか。今5歳で来年の4月で6歳になります。どっちが本物の彼氏ですか。残念ながら両方とも私の彼氏です。二股してます。何キロですか。ティーちゃんの方がちょっと大きくて、まあ多分7キロ以上あるのかな。6キロちょっと14キロぐらいあります。この外国の方からのコメントですね。あなたが飼っている猫が本当に可愛くて見てます。あなたはとても愛情深い人で、私も個人的に猫が大好きです。交流してもいいですか。ね、私も猫が大好きです。嬉しいです。そうやってね褒めてもらって、で私もなんか愛情深い人っていう風に勝手になんか分析までしていただいて、あながち間違ってはないのかなと思います。交流してもいいですかってことなんですけれども、たくさん SNS 見てください。ありがとうございます。好きな食べ物は何ですか。主の、あ、私の好きな食べ物、私の好きな食べ物は家系ラーメン、二郎ラーメンが好きです。いつも何していますか。いつもこうやってエビさんと遊んでたり、私と一緒に寝てたり、私と一緒に寝てたりですかね。ずーっと寝てます。彼氏の束縛がひどいです。猫彼氏羨ましいです。彼氏の束縛っていうのは人間ですかね。人間だと仮定してお話しさせていただきたいと思います。彼氏の束縛がひどいということですね。私は束縛嫌いなので別れましょう。いらないですね。どんな束縛かにもよりますけど、ちょっと過度な束縛はちょっと NG ということなので、私なら別れます。ティーちゃんとシンバくんをたくさん見て癒されてください。いつも見て癒されてます。ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。すっごくね、いつもだいたい私に甘えてる動画ばっかりなんですけど、それか食べてる動画か。こうやって言っていただけると本当に嬉しいです。ありがとうございます。誕生日に、彼氏が過ごしてくれません。どうしたらいいですか。彼女と彼氏さんっていう認識で大丈夫ですかね。そうですね。誕生日に一緒にいてくれない彼氏は別れましょう。早急に別れましょう。すぐに。いらないですね。時間がもったいないので、すぐに別れましょう。さよならっていうことです。で、他にもいっぱい質問いただいてたんですけど、ちょっと動画が長くなってしまうので、今回は一体ここで終わりたいと思います。随時質問受け付けてますので、インスタグラムや、TikTok のコメント欄などからお待ちしてます。いつもご視聴ありがとうございます。こちらはシンバくんです。